橋の一祇園橋は、熊本県天草市の町山口川に架かる石橋で、日本百名橋に選ばれた。正式名はないが、北詰めに、祇園社があることから祇園橋と呼ばれる。この地方一帯で見られる石像アーチ橋ではなく、石像の板橋とも取れる、桁橋構造をしている。石材は、下浦山の砂岩を加工したものである。町山口川は、 島原の乱で激戦地となったと観光案会版、パンフレット等にあるが、歴史上、文献には一切の記録がなく、郷土史やは早くから否定的だった。天草、島原の乱で、天草四郎軍勢の戦闘記録報告や、見聞録が1985年5月、霊北町富岡の旧家で発見された。東大史料編纂所書、小野高島栄誉教授が、 翌1986年11月、貴重な乱の資料として、マイクロフィルムに収めている。この資料は、乱勃発後、熊本藩や久留米藩などの徳川幕府法の各藩や、従軍していた、鉄砲奉行の鈴木茂成が、戦闘の状況報告を書状にして、政党軍の総指揮官、板倉内前世重政や大阪城代、江戸に当てたものの写しで、94枚の古文書。 幕府が保管していたものを書き写し、ある時期に天領の天草に持ち込んだものとみられる。それによると、白導軍は本土町茂木根の海岸に上陸し、馬に乗って本土を攻めるが、途中、中村、今釜の地名は出てくるが、町山口川の地名は出てこない。むしろ、広瀬川の小高い丘に、富岡万代、三宅東兵がこの地で激戦後、内に西後、 墓も作られている。上陸後、富岡を目指す郎軍の軌跡と一致する。東京出身の造船技師で詩人の橋本徳樹氏の詩、町山口川の流れ関止めし殉教者のムクロス1万1000にして、なおとどめずは、地元の観光関係者からの聞き取りで作られたもので、しかもその詩碑は、天草五橋海通当時に、観光振興のため詩の意思に関係なく、作られたと、 天草日記に書かれている。1832年、町山口村の庄や、大谷健之助が、北紀人、下浦村の赤奥新江門が当領となって作られ、1975年には、熊本県の文化財に指定された。1997年7月に、祇園社と祇園橋の間にあった、南蛮絵の木が伐採され、同年12月、国の重要文化財に指定された。 ウィキメディアコモンズには、基本橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。